ソラ、落ち着いた？よかった。うん、私ね、ソラの夢を見たよ。夢の中では私が空だった。空の視点で空自身になる、そんな夢。この目、お母さんの目だったんだね。同じ色してる、私と。空は一度死んだことがあるんだ。覚えてる？その時のこと。そうだったんだ。そっか、二人なら大丈夫だよね。このままくっついたまま寝ていい？私の居場所はここだけなんだ、ソラ。お母さんがくれたこの命は今日までって決めてた。本当はもっと早い方がよかった。でもお母さんが心の中で見てた景色を私も見てみたかった。私のわがままだったの。今日で終わりにするよ。コスモ・アキナと山梨・瑞希、二人とも優しかった。
ソラ、おはよう。これ、ソラの記憶？そうだったんだ。ソラ、他のも見たい。この後どうなったの？私がいなくなった後のことも見られる？椿だ。これは何をしてるの？そう、そっか。私が死んだ後も大空の軌道は変わらなかったんだね。でも不思議。自分が死んでしまった後の世界が覗けるの、楽しい。また、アザミの椿だ。これは何をしてるの？画面が、にじんでるよ。泣いてた？どうして？ソラ、悲しかったの？ん？ソラ、この後二人はどうなったの？とアザミの椿、昨日みたいに二人もつながったの？そうだったんだね。ソラ？この未来の記憶、私にも統合できない？アザミの椿と結ばれた空も、今の空を作った大切な一部。今の空とは違うその空とも、私、
一つになりたい。ダメかな。私、椿って呼んでたんだね。空の妹と友達と服を買いに行った。みんな私の話を聞いてラジオをやめてくれた。空と結ばれた椿、綺麗だね。空、だから空は悲しかったんだね。この世界にはこんなに楽しいことが溢れてたんだね。知らなかった。それはできない。空が倒れた時の山梨瑞希とコスモ明菜、泣いてた。空のことすっごく心配したんだと思う。ごめんね、空。空だけ巻き込んじゃった。でも他のみんなを巻き込みたくない。ん？私の命はお母さんがつないでくれた。だからお母さんが望んだことを叶えるのにこの命は使いたいの。ごめんね、空。
ありがとう、空。ごめんね。